私からしました。当時は私が東京にいて、はるかさんが愛媛にいて遠距離だったんですけど、そのお互いの仕事の休みを使って行き来して会うのが大変だから別れようってはるかさんに言われて、で、まあ、別れようとしたんですけど、私自身がどうしても別れたくなくて、距離が原因って言われたので、距離が原因なら私が愛媛に行くから結婚してくださいって言ってプロポーズしました。嬉しかったですな。嬉しかったですいつもと答えが違いますねその前向きな思いっていうのがなんか伝わってきて、まあ、障害者同士でも、まあ、純子さんとは楽しくできるかなと思って現在に至ってます。楽しくやってるよね。どこにいてもムードメーカーだし、あとは一緒にいてすごく楽しいところを見つかりました。高校生までしていた柔道がすごくこうストイックに練習するしんどい柔道 で、まあ、大人になってからもその柔道を引きずっていたんですけど、まあ、そういった姿を見たはるかさんが、もう大人なんだから気楽に楽しくした方が強くなるよって言ってくれて、でそれからはあまり思い詰めずに楽しく真面目に柔道するっていう気持ちに切り替えることができたので、純子さんは本当に、まあ、休んでもいいのにずっと自主的に練習したりだとか筋トレだったりランニングも自主的にやるので、本当に自分自身がサボり癖の強い方だったんですけど、純子さんのおかげで練習も真面目になったし、こうやって今コロナウイルスであまり自宅から出れなくなったとし なったんですけど、普通だったら僕が一人でやってると多分、あ、みんな休んでるんだから休んでいいやっていう考え方だったんですね、昔やったら。でも今は純子さんのおかげで2人だからこう練習できることも他の人と比べてあるので、なんか純子さんのおかげで前向きにまだ捉えて、こんな状況でも練習ができてるんだなっていう気持ちがありますね。役割を決めてしまうと、なんか相手がやってくれなかったらですね、イライラするし、だから2人はもう助け合うっていう感じで、もうあえて役割を決めなくて気づいた方がやるっていうスタイルなんですよ。はるかさんは私よりも家事がよくできるので、多分1人で全部それをしていたら自分も爆発してしまうと思うんですけど、お互いに助け合ってできてるっていうことはすごく大きくて、あとははるかさんが年上なので、多分いろいろ何か嫌なことがあっても我慢してくれてるんだと思う。好感度しかない、ね、はるかさんに防御を教えてもらって、防御はできるようになってきたんですけど、確かに攻撃のスピードが落ちたりとか技に怖くて入れなくなってきているので、そういったところをしっかり修正して、まあ、2020年東京パラリンピックはいい結果が出せたらいいなと思います。1年延期にはなってしまったんですけど、延期になっても私たち2人の目標は何も変わらないので、2人での出場と金メダル獲得を目指して精一杯頑張りたいと思います。まあ、自分自身は、まあ、純子さんのコーチもしているので、純子さんを金メダル取らすっていうのが一番大きな目標 で、自分自身の目標はやっぱり夫婦2人で出場することと、あとは自分自身がこの視覚障害者柔道をずっと携わってきて、やっぱり、悔いのないような柔道ができたらいいなと思うので、メダルが欲しいとかそういうレベルではないので、本当に悔いのない柔道をするっていうのが大きな目標です。愛のパワーで頑張ります。